ね、ギュッとギュッと締めてもね、こんな風にね、はい、ゲロッチョンです。今日はですね、自宅の水道ね、水道のね、元がね、悪なったみたいで、こうね、ギュッとギュッと締めてもね、こんな風にね、水がね、ポトンポトンとね、完全にね、止まらない状態になってしまいましたね。このままじゃね、音も気になるしね、ちょっと水もね、もったいないかなと思って、パッキンをね、変えようかなと思っております。多分ね、こちらのパッキンやと思うんですわね。よくね、水をね、使っているね、こちらのパッキンが悪くって、このように水漏れが起きてるんだと思います。ということでね、今日はね、一応このパッキンをちょっとね、修理してみたいと思います。では始めてみます。ではね、修理やっていきます。はい、まずここを取ってと、トプラスドライバー、うわ、結構水いかかな、よいしょ、お、回らない、硬い硬い、おっと動いた、よいしょ、うわ、結構水垢すごいね、うわうわ、ほらすげえ水垢ね、こんな感じです。よいしょ、これを次は、ちょっと、おっと、肝心なこと忘れてた、ストップ、全部ストップ、全部ストップ。ではね、修理始める前に、このキッチンのね、水道のね、下のところ、今ね、覗いてるんですけども、まずこれはね、機械置いといてと、この機械名前忘れたらうまいわ、後で、はい、キッチンのね、下、水道の元栓を閉めようかと思っております。まず元栓をね、水道のね、元栓を閉めないと水がブワッと出てきてしまうので閉めたいと思います。ですが、今ね、これのって、ここはね、ネジがあるんですけども、四角の、このネジを外した中に元栓があるようなので、外していきたいと思います。今ね、外してね、中を潜って上を確認してみたんですが、閉める元栓がございませんっていうことなので、多分外のね、完全な水道の元栓を閉めないといけないようです。ということで、今から表の水道メーターの元栓を閉めてきます。はい、ここが水道の完全の元栓ですね。はい、これがメーターですね、水道の、ね、で、これで、ここですね、これですね、この奥にありますよね、ここね、この水道を止めます。よいしょ、これでうちの家には水が流れませんね。これで止まったと思います。では修理していきます。はい、今ね、外のね、元栓を閉めてきて戻ってきましたね。これ開けてみますね、多分出ないと思います。はい、もう水がね、出てきません。これでこの家の水は一切止まりました。ということでね、これからここのパッキンをね、ちょっとね、修理してみたいと思います。ではね、始めていきます。まずここの上通って、うそしてこのネジをほどきます。硬いね、硬いぞ、よいしょ、ほどきます、ね、
うわ、水垢すげえ。ほら見て見て、水垢。もうなんか間何もやってたしろこれ。さてと、これを今度ね、このパッキンのところ開けますね。よっしゃ。はい、そしてあとはね、このパッキンを抜くだけです。めちゃくちゃ硬いさ。ああ、取れた取れた。よし、これがな、すんごいなんか引っかかっとったんじゃ。これがくっついてもとるね。ピンセット、今ちょっとピンセット取ってます。入っとるな、ね、これですよ、これね。なんかしらけど落ちとった、ちょっと外れとるけど、よし、これですね。これのパッキンがダメのようですね。もうだいぶ減ってんのかな。これはね、言ったらね、これでね、とちょっとペンチ取ってきますね。ペンチ、よいしょ、これペンチね。これをネジが外けるかな。ここね、ネジがあるんですよ。よいしょ。あ、動いた動いた。なんか間使ってないか動けんかなと思ったけど、動いてくれた。何が間やってないかな。ね、これでやって、そのこパッキンね、外します。はい。一応ね、もう結構すり減ってしまってたんかな。こんな感じですね。それこのパッキンをね、裏返して使います。裏返しです。そしてこのパッキンをね、今度はね、反対側につけます。逆にしますね、逆。それ逆で今度はこれまたネジを締めていきます。ネジを締めていきます。よいしょ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 ね。はい、ある程度ネジを締めたら OK です。で、ここで水ちょっと洗って、もうついでにね、こういうのもね、もうね、ちょっと水でね、綺麗にね、錆とかくずがついてるんで、綺麗に落としときますもん、この時に。よいしょ。はい、はい、こっちもあるのかな。これがね、結構ね、くっついて取れんかったから、よいしょ。もう一応ね、このネジのこのね、この部分も水垢がついてるんでね、綺麗に綺麗にしときます。はい、そしてちょっとね、コップでいいかな。コップで水ちょっと出して、ちょっと水垢汚いのをまず出してちょっと少し。はい、でこれをね、今度元に戻します。元にね、入れていきますね。はい、こうやって、そして落とします。まっすぐ、はい。そしてネジを締めていきます。そしてこれを今度ね、これをね、へこんでこう逆に向けますね。入ってき、入っとったんが出てきたの上を今度は逆に向けて入れます。はい、はい、次はね、この裏にもパッキンがついてるんでね、ちょっとね、綺麗に洗って
締めたいと思います。はい、綺麗に洗おうとしたら、はい、ここに放り込んで、このね、ここにパッキンがないと、ここからね、水漏れがしてくるんでね、そのパッキンも傷んできたら、そこから水漏れがしてきますけど、よいしょ。今回はですね、水が止まらないだけやったんでね、これでね、治ってくれるとね、いいんですが、もしこれでもね、水が止まらない場合は、もうパッキン、さらに、硬化しないといけません。これある程度ね、軽くでいいですよ。ちょっとな、かかったなって感じだけで、よる、閉まりますんで。あとこれね、もうついでなんで、この汚い水垢、取っていきます。よいしょ。これぐらいのね、水のね、止まりとかね、水漏れとかね、やっぱ自分でね、やった方がいいと思いますよ。業者に頼むとね、結構の金額取られるんでね。うん。よいしょ。これで、だいたい、これで、ね。ここで閉まってますね。これで、ね。これで閉まる状態やから、まっすぐしたいんでね。まっすぐ行けるような位置を、だいたい探します。だいたいこんな感じですね。まっすぐね。それ、ネジ、ね。元に戻します。はい、ネジをね、締めて。よいしょ。そして、蓋をします。ね。で、これで、開けて、閉めて、ね。これでね、水がね、止まるかどうかなんですけど、やってみ、ね。また水の元栓戻してきますね。よいしょ。では、水の元栓戻してきます。はい、今ね、水の元栓を開けてきました。元に戻しました。さて、出しますね。では、出します。ではね、水道元栓開けてきたら、今開けますね。はい、開けたら水が出てきました。もう最初水汚いんでね、そのままずっと開けておいてください。じゃあこれ一応ね、次閉めます。閉めた時に水漏れがしないかどうかです。治りましたね。出ませんね。水は一滴も出ません。はい。はい、閉めて。はい。はい、修理完了です。水漏れの修理がこれで完了しました。ね。皆さんもね、皆さんもこれぐらいならね、大体できると思いますので、一応、こういう水漏れが出て止まらない場合は、パッキンの交換、さらにするか、先ほどみたいに、裏面を使ってないなら、裏返しして使うともう一回できます。ね。業者に頼むとね、結構な金額になるので、で、もう自分でね、できるだけの範囲内やったらね、やった方がお得だと思います。ね。業者に頼んだと思って浮いたお金は、もう外食するなり、ね。こういう動画を撮るね、部品をね、アクセサリーなど買ったらいいと思います。では、ありがとうございました。これで完了しました。では、またねー。バイバーイ。シェー。